somebody can get one strong record by doing a new gimmick, you know, electronic gimmick. But it's the man behind the instrument, whether it's electronic or acoustic or what, it's going to be the mind. 下の名前が新たっていうんですけど、新しいっていう感じで、で高校生の時に、なんかステージネーム的なものが必要らしいみたいな。あ、なるほどね。そういう現場とかでやるね。そうそうそう。DJ の名前とかね。ほう、ニュー、まあ自分の名前が新ただからニューリーでいいかな。なるほどね。ビートは高校3年生の時ですね。もともと音楽はもともと小学生からやってて、でなんかバンドやったり作曲、普通に弾き語りの作曲とかもしてたんですけど、高校3年生でみんなが受験期になったあたりで一人暇になっちゃって、まあもともと好きだったヒップホップとか DTM ダウソフトとかで遊ぶようになってから、そうですね、もともとジャズやってたっていうのとか、ね、聞いてたものがジャズとかブルースとかを聞いてたのもあって、ヒップホップで流れていくうちに結構トラップとかではない、うん、90年代の感じとか、うん、ドラムの太い感じとか乾いた感じとかっていうのが一番自分に合ってた、うん、おのずとそうなんです、へえ。YouTube でそれこそ SP404 のビートライブをパーシーさんを見て、何で引っかかったかは全然覚えてないですけど、それでなんか DJ とかじゃなくてこんなちっちゃいのでちまちまやってるのがかっこいいなみたいな、で楽器弾かないんだみたいな楽器弾かないライブみたいな、でお酒も飲んでてみたいな、なんかそれが結構新感覚な感じで自分の中で、それでこの機材が何なのかっていうのを調べるとこからビートっていうのをちゃんと知るようになった。なるほどね。もともとギターとベースとキーボードをやってたっていうのがあって、うん、SP404 だけでライブするかっこよさみたいなものを追求したいとは思いつつ、他のビートメーカーとの差別化も図りたいみたいなところで、あの大阪のバシさんっていうラッパーの方に、ベース弾きなよって言われて、ありがとうございます。あ、そっからやったんだ。で、そっから東京帰ってきてから、ベースをライブでもやる。そうですね、バチカでオリーブさんが出演する会があって、そこにこれも呼んでいただいて、オリーブさんの直前のライブが俺で、俺からつないでオリーブさんがライブするっていう流れがあって、そこで俺のビート聴いてもらって、出演後にちょっとうちから出してほしいっていうふうに言ってもらって、なるほどね、そのつながりで、へえ、そうなんだ。そうですね、現場で会うっていうのが一番嬉しかった。もともと知ってたってことですか？あ、もうずっと知ってました。あ、それは。なるほど。横浜の旭区だからもう全然山の方ですね、なんか、まあ、横浜駅とかまでは15分くらい出れる距離感なんですけど、全然海とかじゃないです。あ、山の方、海を見るのがすごい好きで、おで逗子の方とかみなとみらいとかは何もなくても普通にただ見に行くだけとかを一人で行ったりしてたんで、なんかそういうのの風景とか風の温度の感じとか人の感じとかがすごい影響を受けてるところはあるんじゃないかな。マジで音楽以外の趣味が少ないっていうか、ほとんどないんですけど、まあ、映画が好きっす。あ、映画、ね、映画見るの好きなのと、人に会うのが好きで、
なんか結構一人でも生きていけるというか、一人でご飯食べたりどっか出かけるの好きだし、うん、みたいなこと思ってたんですけど、一人暮らしを始めてから、あ、今一人暮らしか、そうそうそう、それからなんかもう誰かに会いたくて仕方ないみたいな寂しくなってみたいな感じになっちゃって、だから最近は人に会ってお話しするのが好きですね。ゆっくり話すのが好き。そうかそうか。年末になるか来年の頭になるか分かりませんが、アルバム出したりもするんで、まあ、だからライブとかもぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。